皆さんこんにちは、酢の物大好きよっこアートの時間です。はい、今日で4回目ですね。こちらの、サバトラちゃんに、ちょっとねお首周りを、粘土で、粘土はねこれね、木からできてる木カル粘土、銀町産業から出ています。今のところねこれを使っています。これね削ったり足したりね色つけたりいろいろできるのでね。ではサバトラちゃんに、ちょっとしばしね色付けお付き合いください。実はYouTube ねさせていただいてるんですけど、あのお庭のこととこういうハンドメイドのことはねちょっとごっちゃになっちゃってるから、これってちょっと視聴者さん的にはどうなんだろうと思って、これね色鉛筆ね、そうそうちょっとそれを気になってて、グルフ分けとかねできたらいいんですけど、ちょっと私まだその辺の小技がちょっとできなくって、それかもうこのチャンネルはお庭だけにして、他でねこういうのが見るのがねお好きな方、あここ白だった、あしまった、そうそれでね分けた方がいいのかなって。これダメだな、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、よいしょ。あ、そうそう、今音楽流れてるでしょ。私ちっちゃいアレクサをずいぶん前に買っていただいてたのに、すぐこれ流せばいいわと思ってと、気づいた次第でございます。そうね、ちょっとねこちらのサバトラちゃんはちょっとねこのお胸がね白いモフモフが結構、お写真見たらねそうそうそう、まあね写真の撮り方によってこのがね写りにくい時もあるかもしれないんだけど、あそうねね、これほらこうやって塗るやん、ほなこうちょっとへこんだりするわけよ。でもそれがまたこうほらわかる、こう傷つけるねわざとガッ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 ってね、まあもちろんこの毛並みを意識して横にしたらあかんけどね、これをちょっとこうまるでこう生えてるようにこう押しながらね、その時はもう鉛筆はこうちょっと丸めにいく、この辺とかもねちょっとガッ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 とね、この境目をねちょっと塗りつぶすように、そしたらねこれがザラ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 ってほらボコボコボコって、あ見えるかな、ちょっと表現しづらいな、ね、お話がいつもあちこち飛ぶからね。ということはこの辺も多分白い感じでまた混ぜればいいからね。この前回の動画ではこの子は首細かったんですよね。ということはやっぱちょっと子猫がねよかったらいいんだけど、まあ一応買っておられたのね、長年連れ添った猫ちゃんだったので、まあまたね子猫のご注文があればあれですけど、まあ性猫時代のでもいいのかなって、こんな感じでね色を塗っていくと、なんかね雰囲気出てきましたね。今日はこれずっと見てたらね皆さん退屈だろうから、まあまあ10分以内にはちょっと終わりたいなと思っています。ちょっと地道な作業なので、それでグレーの薄いのをねちょっとこう塗っていきます。
真っ白じゃないのでね、この子はね。こうやってね、塗っていきます。そうそう。ちょっとね、粗くしてるように見えますが、一応ね、考えてやってますのでね。で、この辺もね、くくってね、くくくって。でね、この子はね、しましまってわけじゃなくて、ちょっとこう、なんかこう、ところどころ、色がね、まだらーという感じの猫ちゃんみたいでしたね。ゴー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 ってこと。まあでも、一応ね、なんとなくこう、毛並みに沿って、キャッ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 、ニャオ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 。これね、もし間違ったらね、消しゴムで消すこともできるし、ね、貫禄が出てきましたね。ね、この間この目の上をね、ちょっと肉を盛りました。猫ってここね、横から見たら結構あれなんですよ。目の上のお肉って結構あるんですよね。で、この縁はね、しっかり白をね、塗ります。でもね、こう、鉛筆で、ちょっとこうやって、やるとね、修正が、クックックッと押してあげるとね、目の周り、ほら、これね、白を入れるとね、際立つんですよ。ね、らしくなりますね。ここもね、ちょっと白を入れますね。暑いよね、ほんと。ちょっとクッとね、こういうのでクッとね、入れるとね。さあ、こんな感じであとね、細かく仕上げていきたいと思いますよ。ねえ、もうちょっとお庭出たいけど、この暑さじゃほんと、ちょっと。びっくりね。植物ってさ、自分で動けないからね。あ、そうそう、鉢もさ、コンクリートに直置きしてる方いらっしゃいます？あれやばいっすよ。できたらね、息ができるように鉢底のね、ところにちょっと高さをつけてね、フライパンの上に置いてるのと同じなので、うちはいらないじゃない、レンガでもね、ちょっと引いたりとか、必ず鉢底にはね、ちょっと空間をね、開けてしてあげてほしいと思いますね。土の上もね、直置きはいいんですけど、一応ね、ちょっとあった方がいいと思います。いいこと言おうとした。なんかこんな感じでちょっと進めていきたいと思います。ちょっと、なんか、くちゃ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 って。で、これ、かわいくない？霜付け。ポキッと折れてたので、水に刺しました。霜付け、リトルジョーカー。話がそれました。茎がね、赤で、葉っぱが緑。はぁ、めっちゃこれ、ミルクピッチャーね。かわいいわ。ね、この置いてたらね、倒すくせにね、起きたがるという、ね、昔なんか思い出したけど、ストローで熱い飲み物を飲んでね、やけどしたことあったわね。やらんでいいってことをね、小さい時はやってね、いろいろ親にも迷惑かけたななんて。はい、この辺りにしましょうかね。あとはちょっとまた仕上げますね。あと猫におひげがつきますよ。この後ちょっと尻尾を作りたいと思います。ではちょっと10分ぐらいになりましたが、サバトラちゃん、ここまで仕上がりました。見てくださってありがとうございました。ちょっとアップしますね。ちょっとお目々もしかしたら変えるかもしれないんだけど、これね、あれですよ、マネキュア
ね、なんかこっち見てる気がしますね、この子。前向いてるけど、なんか視線はこっちみたいな。で、目のとこにね、これこれ。ビューティーネイラーの、こういう、爪に塗るやつね。これをちょっとね、目元のこの下に、ほら、キラキラって入ってますよね。白いのも入れようと思ったけど、目の下にちょっとキラリキラリがあるだけで、ちょっとね、いい感じに。これ今から絞つく。はい、こんな感じです。今日はこの辺りで。はい、アートの時間でした。ヨッコアートでした。またね。バイバイ。